1979年の南海ホークスでは、1979年の南海ホークスにおける動向をまとめる。このシーズンの南海ホークスは、広瀬義則監督の2年目のシーズンである。前年の再開からの再浮上を目指し、2年目のシーズンを迎えた広瀬波だったが、キャンプで主砲角田博光が右足アキレス腱を断裂しいきなり、暗雲が立ち込める。 それでも前期は、西部の開幕中に連敗もあり5位を確保。後期は8月に、広瀬時代では、最長となる5連勝をマークし、一時は3位に、浮上するも、その後はズルズルと順位を下げ結局再開となるが、前期の西部の大負けが幸いし、過労うて年間5位でシーズンを終えた。リーグ全体で、打工傾向の中、門田不在の打線は、荒井広正が、 打率リーグ2位に入るなど、チーム打率はリーグ3位と検討したが、一方で、投手陣は、チーム防御率が4点台後半と、前年から、さらに悪化した。対戦成績は、初優勝の近鉄に4勝19敗3分と弱く、前期は同一カード8連敗を喫した上にわずか1勝しか、できず6月26日には、目の前で、近鉄優勝を許す屈辱を味わった。 後期優勝の半球にも8勝17敗1分と大きく負け越して10月5日には目の前で半球優勝を許した。優勝はプレーオフで決定。2位以下はプレーオフの結果に関係なく勝率順で決定。ありがとうございます。